どうも皆様ご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 YouTube です。今日はですね、以前私がこう取り付けました LED ヘッドライトなんですけど、取り付けてから約2週間ほど経ちました。じゃあ今日は何を言うのっていうところなんですけども、取り付けてよかったなっていうところは、ノイズキャンセラーがついてるんですよね。それが大きな一つ。ラジオノイズなんですけども、ほとんど感じません、マジで。で、絶対ないとか言いたいんですけど、ここはラジオノイズに関してはほぼ影響がないというところで勘弁いただけますでしょうか。それとですね、ファンの音ですね。以前買った私の LED バルブはですね、やはりヘッドライトをつけるとホーンって聞こえるんですね。そこをですね、今日は撮影のためなので一回エンジンを切って、ライトだけつけてみたいと思います。それで音の方を聞いていきましょう。私もこれ聞くの初めてです。ではエンジン切りました。でライトだけつけます。ではいきますよ。ではちょっとファンの音をですね、近づけて聞いてみましょうね。耳をですねこの辺まで近づけないと分かんないレベルですね、ファンに関しての音っていうのは。以前私が買った LED バルブはもう車内まで聞こえてくる感じがあったんですけど、これに関してはほぼ車内には聞こえないし、耳をここまで当てないとわからない静けさがあります。で、熱ですね、ファンが一体型になっているんですけども、それに関してもオリジナルのライミーさんから出ている音がとてもですね、能力が高いのか、ちゃんと熱を逃がしているというような印象があります。ほとんどですね、 HID とか、ハロゲンバルブとこの辺触った感じはもう感覚なんですけど、ほぼ変わりはないですね。ただ気持ちそこまで熱くないなという感じはありますね。まあ当然省エネですので、その点も車にとってはいいかと思います。ただちょっとこの辺目線で見る限りちょっとね曇ってきたかなという感じを今受けました。まあ中なのか外なのか分からないですけど、ちょうど光がこう入っているところが白くなってるんですね。ちょっとカメラ通すと分かんないかもしれないですけど、ピーッと曇りが、薄い汚れが入ってる感じがします。じゃあちょっと車内に戻りますね。はい、車内に戻ってまいりました。個人的な私の感想だったんですけども、いかがだったでしょうか。本日はですね、以前私が取り付けましたライミーの H1 バルブ LED ヘッドライトの交換後の、個人的な感想になってしまったんですけど、本日もですね、ご視聴最後までありがとうございます。ぜひ、評価、コメント、チャンネル登録、よろしくお願い申し上げます。YouTube TV でした。またお会いしましょう。